私日本語を教えているのでそこで感じることなんですけど、いろんなタイプの生徒がいます。で、私が講師の目線から見て苦手だな、ちょっとめんどくさいなって思うタイプの生徒って、質問が多すぎる生徒、もうちょっとの1ミリの誤差も許さない、ちょっとなんか自分がえって思うと止まってしまう。で、え、なんで、なんでこうなの、ああなの、ああなのってなってしまう。それは語学を勉強、まあ語学にしても何にしてもそうだけど、突き詰めていくにはすごく重要なことだけど、最初の段階でやるべきではなくて、結果的にそうじゃないタイプの生徒の方が伸びが早いんですね。あまり難しいことは考えないで、与えられた情報をそのまま素直にアウトプットしていくっていうこともすごく大事だから、時には頭を使うんじゃなくって五感でいくっていうのも語学を勉強する上ではすごく大事です。その方が早くコミュニケーションを楽しめるようになります。私いつもコミュニケーションって言うんですけど、語学学習の目的って決してコミュニケーションだけではないっていうのも分かります。受験だったり仕事のためだったり、必ずしもコミュニケーション、オーラルが全てでもないですよね。でも少なくとも英語はともかくとして、ポルトガル語を学習しようとしている人の多くはコミュニケーションを必要としている人じゃないかなって思います。まあ、大学で、まあ、なんとなくポルトガル語を専攻して単位取らなきゃいけないとかあるかもしれないけど、でも基本どうですか、コミュニケーションを取る必要があるからポルトガル語を学びたいって思っていませんか。そうなってくるとこの動画少しでも役に立つかなって思います。言葉ってそもそもコミュニケーションを取る手段でしかないので、あんまり難しいことは考えず肩の力を抜いて楽しく学べたらいいかなって思います。できなくてまず当然なんです。赤ちゃんだって最初の言葉しゃべるまでに、まあ、早い子でも何ヶ月、遅い子だったら1年2年かかります。できなくて当然です、外国人なんだから。だから別にいいんです、できないことは。恥ずかしくない、全然恥ずかしくない、間違えてもいい、まあ、でも恥ずかしいって気持ちは当然人間だったら感じる、まあごく普通の感情だし、悔しいっていう気持ちも普通、当然、まあまあそれをまあ繰り返してどんどんステップアップしていけばいいだけの話で、なかなか難しいとこではあるんだけど、周りと比べるんじゃなくって、自分が自分なりに自分のできる範囲でコミュニケーションを楽しむことを第一に考えていくと、おのずと結果は後からついてくるんじゃないかなって私は思っています。ということで、今回の動画良かった、役に立ったと思われたらいいねをしてください。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。動画チャンネルの拡散もよろしくね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオベージュ。